あさみさんのロボットになってるみたいです。はい、ってことで、あさみさん、はい、今日新年一発目の収録、はい、よろしくお願いします。でちょっと今日あさみさんと、市ヶ谷をちょっとフラフラしてまして、ご飯屋さんないかな。はい、でもここはあさみさんバッと歩いたらご飯屋さんいっぱいあるかな。カフェがあって、はい、なんかいろいろ居酒屋とか、はい、あ、そうだ、ステーキの、あ、あ、今まだっす。あ、まだキューブルレッドの後っす。あ、キューブルレッドやるの。ということで今日はアーソーダステーキであさみさんとの飯動画撮ってきたいなと思います。すごくないですか、この牛の。すごいですね、これ。これ相当ロニー・コールマンの足ぐらいあります。これロニーのハムですよ。ロニーのシュッ、はい、ロニーのシュッロニーの電気ですよ。ロニーです。はい、ってことで新年一発目のちょっとあさみさんなんですけど、まさかのあさみさんと、ステーキ食いに行きました。ステーキです。なんか2日目の2日目の動画で食い納めって言ってませんでした。なんか年越した気がしなくて納得いかないですよ。納得いかないです。ちょっと納得いかない。リベンジ行きますか。リベンジ行きましょう。行きましょう、はい。ってことで、今からちょっとね、ステーキ注文したいと思います。はい、この本日はもっとどのくらいぐらいいたしますか。マッチョ盛りっすかね。はい、マッチョ盛りっすか。マッチョ盛りっすやっぱり肥大しないといけないんだよ。なるほど、はい、マッチョ盛りで何キロ来るんすかね。来るんすかね。こちらほどで。おおお、これでかいっすよ。自分の手がこんななんで。これ何キロ。こちら2キロほどで。2キロ足ります。余裕ですよ。なんなら僕 200g でいいっすよね。ちょっとした赤ちゃんぐらいの大きさあります。赤ちゃんぐらいの、はい、どうしましょうか。じゃあ2キロで、はい、これで丸々で。あさみさんちょっと僕 200g しか食べれないんで、はい、余った分頼む。はい、全部我々私は全部筋肉に変換するんで、はい、お願いします、はい。来ました。肉の肉でございます。2キロでしたっけ。2キロです。2キロ、はい、すごい肉汁が滴ってますね。でもこれ食べたらあのジェイカトライになれるって言うんだったら僕食いますよ、2キロ。いや、楽勝でしょ。え、これタレ何味ですか。こちらがフルーツ系のソースとなっておりまして、はい、こちらさっぱりポン酢でございます。これとこれも味違うんですか。こちらは同じ種類。あ、同じなんですね、はい。じゃあこのハサミで切るみたいになって、はい、じゃあ、でっけえとこ行ってみようかな。これぐらいにして、あ、いい焼き加減ですね。はい、じゃあいただいていきたいと思います。まずはまあ塩コショウからいきますか。はい、ピンクソルト、まあ、これ最初シンプルな味付けで。さすが、肉の味を楽しめてますね、はい。すごい美味しいです。やっぱあれですか、一口目の口に広がる味はジェイカトラですか。ジェイカトラ風味ですね。風味ですか、はい、どんな味やねん。しっかりとした肉の味がしますね。アドミさん、どんな味やねん。でも普段あんまりステーキ食べないんですけど、はい、明らかに、なんていうんですかね、はい、いつも食べるステーキと違ってやっぱ大きさもあるんですけど、はい、肉の歯ごたえがすごいです。食いましたね。いやもうかなり傷に下がってね、もう感知してるんですけど、まだまだ肉ありますよ。結構食ったし、ほんと結構ね、あんだけの量からここまで食ったんで相当食べました。あれ何やってるんですか、小池さん。えまだ肉残ってるじゃないですか。なんすかこれ。肉飽きちゃったらオマーレビ食べる。いや、ずるいっすよそれ。しかもこれなんかガーリック味のライスじゃないですか。そうそう、すげえうまいっすよオマーレビ。これ食べてからしてくださいよ。見てください、こういう人ですよ。まだまだこんな残ってるのに。あ、そうだ、お願いします。はい、じゃあこっちは俺が食いますんで。オマーレ楽しんでね。オマーレビで。オマーレビも、このステーキ屋さん、これ年末年始だけですかね、限定で、はい、あの出てるみたいなんで、1月中にぜひね、おまわりで気になった方は食べに来てください。あ、ちょっとトイレ行ってましたよ。あれ、あ、やべえ。皆さん、僕のおまわりで、ね、何やってんすか。うまそうなんです。
うまそうだった。うまいね、お前。子供じゃないですか、お前。結構ジャイアンっすよね。はい、ってことでね、ちょっと飽きてきた頃に、これ、ちょっとだけビープかね。バウンドして、いきますよ。はい、お願いします。トロトロですね。トロトロ、うん、ちょっとだけだけど、はい、美味しさはもうちょっとどころじゃないです。大変美味しいです。あ、それでなんか今、トリッキーなコメントしたように見えてますけど、はい、美味しいっすか言ってますか。いや、これ美味いっすよ。やっぱりね、カレーってやっぱりただ食べるよりも肉とかあるじゃないですか。これと一緒にやっぱ食べると美味しいんですよ。なるほど。はい、それ調理師的にどうですか。いや、いいと思います。ステーキ屋でしかできないコラボですよね、うん、これをお肉をちょっと米の上に乗せるんですよ。一旦乗せて、はい、ちょっと乗せて、で、ここにこのカレーをかける。うわぁ、どうですか。やっちゃいましたね、これ。これやっちゃいましたね。ここでしか食べられないですね。ここでしかできないです、チョコットカレー。じゃあいただきたいと思います。芋だ。芋だ、これ芋なんじゃった。これ芋だ。マジっすか。初めて見ましたよ、肉が芋になっちゃうの。安住さん、これ芋だよ。マジで。本当っすか、さっき芋になるって。本当なんですよ。いや、さすがにそれ嘘でしょ。ちょっとだけカレーカレーを、ビーフカレーをちょっとかけます。だからこの中には芋入ってないですよね、まず。芋入ってないです、芋入ってないです。なのに芋になるんですか。確実に入ってないです。本当かよ。安住さん、僕のとこ適当だと思ってるでしょ。いや、ちょっと信じられないですね、それはさすがに。ちょっと食べてみて、はい、分かるんで、絶対分かります。どれどれ。じゃあ、いきますよ、はい、どうですか。芋だ、芋だ、これ芋だ。ステーキにカレーかけただけですよ。なんか、芋だ。いや、嘘っすか。いや、このカレー、本当にちょっとピリ辛で、あの、ご飯がすごい進む味ですね、うん、なんで夏とか本当食欲ない時でもこのスパイスすごい効いてるんで、めちゃめちゃこれご飯が進みます、はい、で、お肉こういう風にちょっと頼みすぎて余った時もかけてあげるとめちゃめちゃ米進むんで、うん、これマジうまいっすね。はい、ということで、無事あずみさんと、僕と井上さんで2キロ食べ終わりました。筋量がだから一時的にだからね、筋量が増えてます。増えてます。はい、胃袋だから。増えてますか。増えてますよ。あ、でもあずみさんにしてはちょっと埋まってますね。はい、かなり埋まってるんで。はい。あれですか、こんだけ食べるのって年に数回っすよ。そうですね、安藤さんのとこ行った時に熊の肉食ったんですけど、はい、その時以来ですよ。バキじゃないですか。バキネタ半端じゃないですか。ちなみに安藤さんってあれですか、内臓プリプリって言った人です。ヤシャザルにヤシャザルにプリってやる人です。で、その後のうーんってなったんです。あれですよね、デメリットあるじゃない、消毒したやつボーンってなったんです。知ってる人なんですか。そうです。僕だからいいですけど。確かに、知らない人は本当見てください。面白いです。ということで、話ちょっと進めましたけど、今日はアースソーダステーキ、市ヶ谷店ということで、すぐ駅地下で、はいはい、ありますんで、ぜひ皆さんね、気が向いた時は、頭の中で、あーソーダ、アースソーダってなったら、アースソーダステーキで、でっかい肉を食べる、はいはい、で、よろしくお願いします、はい、で、これ毎月、肉の日、9日、19日、29日は肉の日でポイント2倍、そして 200g、1700g が1200円、 300g が1800円、はい、こういうね、肉の日企画もやってるんで、9のつく日は肉の日です。あ、そのステーキ、あ、そのステーキ吸収率も2倍なんで、クリアチンの、はい、あ、そうなんですか。はい、そうです。でクリアチンで火通すと壊れるんじゃないですか。いや、でも山本由伸さんが言ったら間違いです。あ、本当ですか。ということで、よろしくお願いします。But I mean yes, cause now I'm running late. Tick tock, tick tock. Wristwatch is past 9. It's hip hop, hip hop to it. I got flex time. Between the hours of 9 and 10 I get clocked in. So if my supervisor don't see me, then I'll be locked in. I'm in the rush of leisure, so I gotta keep it brief. Hold up, it's for a minute, let me brush my teeth. Okay. Hopped up in the shower quicker than the nigga cheating. Cops is flexing all the power from the shit up on the weekend.